どうも、影やんです。今日はですね、いつもの3キロの距離ではなくですね、ちょっと距離を伸ばして、5キロちょっと走りました。この2キロがね、なかなかね、なんとか走り切ったという、5キロ走されっていうところで、なんとか走れたんで、よかったです。走り切ったな。もう維持でも5キロ走ったろう思って、信号待ちもね、もううろうろ走ってました。だから止まってないです。止まらずに走り切ったということで、なかなか体熱々になってますけども、なんとかね、走り切れたということで良かったです。まあその体のね、使い方をだいぶ覚えてるんで、2キロ伸ばしても走れるだろうという予測のもとね、走ったんですけど、思った以上に足に負担が、かかった感じで、まあこれも慣れればね、5キロもまあ普通に走れるようになると思うんですけど、今日が久々のだいぶぶりの5キロジョギングやったんで、まあまあマジに負担はそれなりにかかってるけど、でも今もちょっと軽くなってきてるんで、ちょっと痛い部分もありますけども、まあまあいけたんじゃないかなということですね。まあ最近はもう週1でジョギングしてて、で3キロが結構楽勝になってたんでね、どっかでこう5キロに移さなあかんと思ったんですけども、昨日の朝にかけてバッチリ睡眠が取れて、8時間ちょっと、ね、寝たんでね、体調が良かったんで、ほな5キロ走ろうかなという気持ちになってですね、で走り切ったということですね。普段10キロとか走ってる人は楽勝なんでしょうけども、僕はずっと3キロやったんで、久々の5キロなんで結構達成感ありますね。まあ、やったった感というかね、そういう感覚がこう充実した気持ちになっております。で今日もね、まあいつものように空手の型の、稽古をねしていこうと思います。で前のね、試験の時に覚えきれてなかったその型に関してもね、動画を見ながら、今日も走る前にちょっと動画見て、なかなか1回2回見たいぐらいじゃね、こう頭に入らないんですけど、1回は入れたんですけど、でもなかなかその忘れてしまうことがあるんで、これからちょっとずつ覚えていってね、なるべく毎日ね、毎日というかそういう型のチェックをねしていこうかなと。で順番を覚えて、で形をこう良くしていくという形ですね。まずは順番からですね、そこから調整していって、で稽古でこうまた見てもらって、指導してもらって直してもらって、でまた次の、自分の練習でこう固めていくという、流れになるかなというふうに思います。ということで今日は、5キロがね、走れたということで、まあ、良かったということです。ということで以上となります。ありがとうございます。